かなこを役を演じさせていただきました河村一馬です、えー、今日は最後まで楽しんでいきましょうよろしくお願いします、はいえー、風神役のジですよろしくお願いします <laughs> 違いますよ違うねびっくりしたやり続けということで丁寧に紹介してくれたから高条司役の吉野福祖です <laughs> はい、えー、須崎亮を演じさせてもらいました中本歌ですよろしくお願いします

あ、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。2>, とう2日前、あのなんか SNS で報告しようかなって思ったんですけども、えー、浜辺南さんが同時に報告していたので、あ、僕はやめとこうって思いました。実はですね、えー、当初何でも来日できない予定だったんですけども急遽参戦が決まったということでありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ええ 本当に来れるか分からない状況で、でもなんとかこう自分が初めて挑戦したこの映画、そしてあの素敵なキャストさんと素敵な監督、えー、現場で作り上げてきたものなので、はい、どうしても出たいっていう思いが本当に強かったので、今日こ来れって本当に良かったですし、ええはい、その1時間半で、朝ちょっと話したいこともあったんで、ええ、あの表参道のカフェでランチしてました。 ええ？よう、面白かったよね。面白かったよね。本当、本当に隙間あれや行くな。もう隙あらばもう潜り込みに行こうと。良きがしつこくてしつこくて。はい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 。違う関係なんだね。そうなんです。すごいどんなこと、どんな時間だったんですかそこは。あでもなんか最近ちょっといろんなことあったりとか報告？ したりとか、<え>まあ、なんかやっぱりこう、いや、あ、なんかすごいちょっとこう、ほら、疲れてる時とか。やっぱいろいろ癒してくれるんですよ。遠距離の彼女か。全然会えなかったんで、<laughs> ちょっと僕もメンタルやられてて。遠距離恋愛。<laughs> <laughs> っていうのもあるんですけど、でも、なんでもなんか、こう、話聞いてくれるし。あの、ゆうたくんも話、話、なんか、その、やっぱ経験豊富だったりもするから。なんか、そういうの、こう、加味して、いろいろ話聞いてくれたりとか、はい、あの、話してくれたりとか。うん、そういう時間だったので、一時間半だったけど、結構。 結構濃いい時間ねね、うん、すごい濃かったよ、ね、う君涼機をはじめ新たに参加してくださったキャストの皆さんがもう凄まじい熱量で、えー、臨んでくださったからこそそして皆さんのお人柄があったからこそ、えー、成し遂げられた目標だったと思っています。えー、今作も例外ではなく、えー、出会ってからの日数とかじゃなく繋がれる人は繋がれる。 今作で出会ったみんなもそれぞれが違う環境で頑張ってて、えー、誰しもうまくいくことばかりではないですがどんな時もいつだって僕ら仲間がいますまあ物理的に離れていても近くにいてもコミュニケーションが多くても少なくてもその存在を思い出すだけでどこか安心できるような力が湧いてくるようなそんな存在で僕もいられるように頑張りたいと思ってますのでこれからも切磋琢磨しながら助け合っていきましょう えー、この後も、えー、映画、楽しんでください。花岡富士役、川村一馬より。わー、ありがとう。うまね。ありがとうございます。ありがとう。はい。あの、聞いて、改めて、お二方、裕太さん、いかがでしたか。鳥肌立ちました。僕、あの、韓国に16の時に渡ったので、なかなかこう、青春。っていうものを味わえてなくて。 撮影をこうさせてもらっている中でもし僕はこう普通の高校生活を送っていたらこんな感じの友達とこんな感じな和気あいあいとして過ごしてたのかなとか一つ一つのこう風景が僕にとってすごくこう大切なあの人生の中の大切な一部になったのでなんだろうこの映画を通してこうもちろんこの「熱い思い」だったり「ハイアンドローン」っていう作品はもちろんあるんですけど僕にとってはすごくそれ以上にこう 深いものになったというかなので、えー、このような手紙をねこう直接書いて聞いてすごくう嬉しく思ってますありがとうありがとうございます前作の作品泥を塗りたくないっていう気持ちで僕と裕太んは背の者5行代表を大衆で背負って、えー、作品参加させてもらったしたくさんありがとうございますありがとうございますありがとうございます